だから好きになったりしてないから。本当に？でも向こうは分かんないよ。いやないないない、マジでただの片目だって。意味分かんない。私の肩がちょうどいいんだってさ。はあ？どういうこと？あーごめん、もうすぐ22時だから切ります。分かった。じゃあね。じゃあね。ハルトは毎週水曜日の22時にやってくる。はい、はい。カメラ買ったの？そう、教えて。いいよいいよ。お邪魔します。あ、夏美。ん？はい、これ。何？今日はジュースの日。あー惜しい、実に惜しい。今日は缶ジュース発売記念日でした。むずっ。水曜日は当たり前のように彼がいるようになって、私も彼が来るのを楽しみにしている。だって楽しいし、暖かいし、落ち着く。え、朝ごはん？あ、目つぶって。目？うん、完成するまで見られたくないから。あ、だから鼻もつまんで。鼻も？音はいいよ、ヒント。今めっちゃ楽しいんですけど。できた。見ていいよ。わあすごい。おいしいかわかんない、食べてないから。食べないの？今日行かないと単位やばいから。行ってきます。ねえ、行ってらっしゃいわ。行ってらっしゃい。行ってきます。一人分しか作ってない、変なの。いただきます。距離はどんどん近づいているような気がするのに、ふっと離れていく瞬間がある。鶴？そう、子供の頃からの癖でさ、嬉しいことがあった時忘れちゃうのが嫌でメモ代わりに折ってんの。嬉しいことあったの？なんか聞けない。あ、夏美もおる？ね、あ、うん、好きな人いるの？どうやっておるんだっけ？桜って誰？それで合ってる？私たちってさ。そう、合ってる。あの、電話とかってよくするの？ほら、あの、男友達とかでさ。いや、そうでもないかな。そっか。はあ、バカ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 、全然うまく聞けない。騙された。ほんとずるい。また頭痛？この時間が楽しすぎて踏み込むのが怖い。もし失ったら？やっぱりこのくらいの距離感が私には向いてるんだ。だって私たちの関係ってさ、いいよね。付き合ってるとかじゃないけどさ、一緒に眠るだけみたいな。なんかいいよね、このままがいいよね。うん。それ見ろ、やっぱりハルトは何とも思ってない。ただの片目じゃん。幸せはいつかは壊れる。だったら最初から壊れない距離感でいい。大体ただの片目なんだし、私のこと何とも思ってないでしょ。桜とよろしくやっておくんなまし。はあ。